可愛い君へ。一緒に森を出てからというもの、僕は君に苦労をかけっぱなしですね。文句一つ言わず僕についてきてくれている君に、正直言うと僕は呆れています。こんな男を選び、こんな男についてきて、こんな男のそばにいるなんて、君は本当に愚かな女です。だけど僕はそんな君に心から感謝しているんですよ。ですから僕はせいぜい君に愛想を尽かされないように、信頼に足る男になれるよう努力します。努力。この言葉が自分の口から出るなんて、まあ、みんなおかしくて笑ってしまいます。だけど君のことですから、こんな僕だって好きと温かく見守ってくれるんでしょうね。そんな君だから僕変われた。自分が変わったことを僕はとても嬉しいと思っています。そうだ、前から思っていたことがあるんです。生活が落ち着いたら僕と一緒にまたレストランを開きませんか。森で営んでいたような大きなものじゃなくて構いません。二人の身の丈に合った小さなものから始めましょう。レストランの名前はもう決めてあるんです。レストランアムーン。意味ですか？それは内緒です。そうですね、ヒントは僕から君へ捧げるものです。この夢、君とだったらきっと叶えられると信じています。愛していますよ。これから